ジョセフ・ウォーレン・ジョセフ・ウォーレンは、アメリカ、マサチューセッツ湾植民地出身の医者、軍人である。アメリカ独立戦争前は、イギリスの植民地政策に反抗して立ち上がった、ロストンの愛国者を組織化する指導者であり、戦争が始まると、革命マサチューセッツ政府の主犯となっていたが、バンカーヒルの戦いに一兵卒として参加し、戦死した。ウォーレンは、 マサチューセッツのロックスベリーで、ジョセフ・ウォーレンとメアリン・スティーブンス・ウォーレン夫妻の子として生まれた。父のジョセフは尊敬される農夫であったが、1755年10月に果樹園での収穫中、はしごから落ちてあっけなく死んでしまった。ウォーレンは、ロックスベリーラテン学校を卒業した後、ハーバード大学で医学を学び、1759年に卒業した後はラテン学校に戻って、 教職をしばらく務めた。ウォーレンは1764年9月6日に18歳のエリザベス・フートンと結婚したが、彼女は4人の子供を残して1772年に死んだ。ボストンで下界を続ける一方で、ウォーレンはフリーメイソンに入会し最終的にはグランドマスターに指名された。ウォーレンは政治活動に関わるようになり、ジョン・ハンコックや サミュエル・アダムズなど急進派の指導者たちと交流した。ウォーレンは自由の息子たちの活動に積極的に関わり、マサチューセッツの通信委員会では議長に選任された。ウォーレンはイギリスに対する反抗を主張するサフォーク決議を起草し、大陸会議で承認された。ウォーレンは革命政府の最高位であるマサチューセッツ植民地議会議長に指名された。 1775年4月18日、ウォーレンはイギリス軍が動き始めたという法に接して、ウィリアム・ドーズとポール・リビアを有名な真夜中の気候に送り出し、レキシントンとコンコードにイギリス軍の来襲を伝えた。歴史家の指摘では、この時の情報源はイギリス軍の総司令官トマス・ゲージの妻、マーガレット・ゲージであったという。レキシントン・コンコードの戦いに続いて、 ウォーレンは、ウィリアム・ヒースと共に、ボストンに撤退するイギリス軍を攻撃する民兵を組織して率いた。ウォーレンは、ボストン包囲戦中も、新兵の長母と組織化に重要な役割を果たした。ウォーレンは1775年6月14日に、マサチューセッツ植民地議会から少々に指名された。しかし、この指名は3日後のバンカーヒルの戦いの時には、 まだ有効となっていなかった。ウォーレンは、イズラエル・パットナム将軍とウィリアム・プレスコット大佐に、指揮官として従軍してくれるように依頼されたが、一兵卒としての従軍を申し出た。ウォーレンは前線に出て、敵の攻撃を3度まで受け止め、味方を鼓舞し続けていたが、ウォーレンの姿を認めたイギリス士官によって、頭を撃たれ即死した。バンカーヒルの戦いでのウォーレンの戦士バージョントランブル。 歴史ントンコンコードの戦いの時のオールドノースブリッジで敗北を喫していたイギリス軍隊員のウォルター・ローリーは後に一つ穴に他の反逆者ともどもあのろくでなしを放り込んだそこには彼と彼の先導的心情が残っているかもしれないと語ったウォーレンの遺体は数ヶ月後彼の兄弟とポール・リビアによって掘り出され彼自身が埋め込んだ義士によって識別されたこれは 歯科法医学によってなされた初めての検修識別の記録となった。ウォーレンの遺体はグラナラリー墓地に埋葬された後に、1825年にはボストンのセントポール教会大聖堂に、さらに1855年にはコレストヒルズ墓地にある一族の墓に移された。ウォーレンの銅像はボストンに2箇所ある。一つはバンカーヒル記念塔に隣接する展示小屋に、もう一つは ロックスベリーラテン学校にある。ウォーレンが死んだ時、その5人の子供たち、ジョセフ・ウォーレン、H.C. ウォーレン、リチャード・ウォーレン、エリザベス・ウォーレン、メアリー・ウォーレンは、クイーンシーのアビゲイル・アダムズの家に滞在していた。父の死を知らされた後で、ウォーレンの長女が遠く戦場を望んだ場所に、石塚が立っている。その後子供たちは、ベネディクト・アーノルドに、財政的に援助され、後には、 大陸会議に引き継がれて成長した。イギリス軍のゲージ将軍は、ウォーレンの死が500名の死に相当すると言ったと思われているが、彼の死は当時の多くのアメリカ人に巡視と見られたために、急進的な立場の者たちを力づけることになった。ウォーレンの名前にちなんだ、ウォーレン軍は14の州にある。バージニア州のウォーレントンも同様である。 また1833年にはボストンにウォーレン取りができた。ウォーレンの弟、ジョンウォーレンはバンカーヒルの戦いやその後の戦争で軍医として従軍し、後にハーバードメディカルスクールを設立した。ありがとうございます。